夫が親じゃなく友人相手にはっちゃけて、それを見てると日々愛情が目減りしていくのを感じる。夫友人は去年離婚した。理由は DV の理由は赤ちゃんを夜泣きさせるから。親権を争ったけど当然取れなくて、奥さんが親権養育権を取った。奥さんは地元に戻って今年から働き出したらしい。子供は保育園。夫友人、その保育園に突撃して父親だ、会わせろ。と言ったが、リストにない方には会わせられないと園に断られて追い返された。夫友人からその話を聞かされた夫は、憤慨して、実の父親が子供に会えないなんて、日本はおかしい。と騒いでる。味方を得た夫友人は毎日のように来たるし、二人で飲んで、日本はおかしい、父親の人権がない。と怒鳴る。いや、リストにない人を縁が追い返すのは当たり前でしょ。それ許したら人さらいが横行するじゃない。日本はおかしくない。家族を殴るような人から子供を引き離すシステムは先進国として当然。それに、夫友人は、俺が殴ったのは妻だけで、子供は殴ってないのに。って言うけど、一歳にもならない赤ん坊を殴ったら人手なしどころの騒ぎじゃないし、夜泣きさせるな。で、赤ちゃんの母親を殴るのは十分赤ちゃんの害になってるよ。と夫に言っても、俺の友達を悪く言うな。だからもうね。うちはまだ子供いないけど、この人と子供作る気なくなってきたわ。完全に自業自得な私たちの結婚式の話を聞いてください。私たち夫婦は、独身の頃から、チワワを一匹ずつ飼っています。それが、きっかけで仲良くなりお付き合いし、結婚に至りました。結婚式の日に、犬2匹をどうするかという話をした時に、2匹も参列させたいと彼が提案しました。正直うちの両親と向こうの両親は、それってどうなの？という感じでしたが、私も彼もウェディングフィーバーで押し切りました。今思えば本当にやめとけばよかった。まあまあ、地方なので NOK の式場を探すのが大変でした。当日はマナーベルトおむつのようなものをした上からタキシードを着せて受付の横にリードでつないでいました。2匹ともオスですが、幸いして仲もいいし、人懐っこい上に来るのは知り合いばかりなので、愛想を振りまいて来ていただいた方々も、孫にも、衣装な2匹を見て楽しんでくれていました。ところがです。事件は起きました。その結婚式には、A さんという、小さい頃からお世話になっている庭師のご夫婦をお呼びしました。A さんは、むちゃくちゃ犬が好きで、特に柴犬が好きで、家に、柴を、7匹広い庭に放し飼いにしています。なんと、A さんご夫婦、柴犬を3匹結婚式に連れてきたんです。しかも、マナーベルトなし、リードのみで、トイレも水も持ってきていません。その上、1匹は老犬だからと、リードすらしていません。受付をしていた友人に呼ばれて、受付に行って、A さんを見て本当びっくりしました。うちのチワワ2匹は、会ったことのない犬で震えてビクビクでした。A さんご夫婦に、犬は参列できなくて、うちの犬は特別に式場に許可を得たものです。それに、マナーベルトもリードもない犬は式場が困ります。と説明して、1万渡してペットホテルに預けてくるよう言いました。すると、いつも優しい A 奥さんが、キリッと目尻を上げて顔真っ赤にして、やわら犬差別だ。と、大きな声で怒鳴られました。チワワは、良くて、柴犬は、ダメな理由は何だ。要件ばっかり優遇されて。と盛大に富士凝り出しました。A 旦那さんは、横でぼーっとしてました。一番可愛い3匹を連れてきたのに、ペットホテルなんて。とわめき散らしていたところに私父登場。父は、見たことない A 奥さんにびっくりしつつも、冷静に、
ペットホテルの場所を調べてあげて、入れない理由も淡々と説明していました。しかし A 奥さんは引き下がりません。すると、父はついにぶち切れて、A 奥さんより大きい声で、今、ここで、2万でペットホテルに行って、足りないとかうだうだ言ったので、途中で増えました。おとなしく式に参列するのと、今日は、もう帰って、金輪際うちに関わらないのと、どっちがいい?的なことを言っていました。すると、さっきまでぼーっとしてた A 旦那さんが慌てて、それは困る、ペットホテルに行こうと A 奥に言いました。当然困るでしょうね。なんせ、近隣は、田舎で、A 夫婦の庭の顧客は、私たちの家しかありません。それからは、夫婦で小競り合ってたものの、なんとか二人納得して、犬をホテルに預けて、式に参列していただきました。この時点で30分をしてて、かなりげんなりだったのですが、とりあえず、式は、滞りなく進行しました。しかし、披露宴で、また不幸が起こりました。司会の方が、うちのチワワ2匹を紹介してくれていて、冗談で、うちの犬にマイクを向けた時に、A 奥さんが盛大に泣き出し、うちのワンちゃんの方が絶対可愛いのに、あんな犬気持ち悪い。と会場に響き渡る声で大泣きしました。静まり返る式場、泣きたいのはこっちでした。犬もびっくりして気持ちよさそうに寝てたのに、ドレスの上に飛び乗ってしまったり、旦那の犬は怒られたと思って粗相をしてしまいました。すぐにベルトを変えましたが、父は顔を真っ赤にして大きな声で一言出ていけ、と言いました。うろたえる A 旦那とごちゃごちゃ言う A 奥に何度も出ていけ、としか言いませんでした。最後は、観念して二人とも出て行きました。その後、私は高砂から降りて、父と一緒に旦那側の親戚に、私の呼んだ参列者が空気を壊して申し訳ないと謝罪して修理ました。式が終わった後、こってり、父に犬なんか連れて結婚式するから、トラブルになるんだ。と怒られました。ちなみに、A 夫婦には、もう庭を頼んでおらず、父が、素人ながらでやっています。もともと、付き合いでいやいや頼んでて、年々高額になるから止めようと思ってたと言っていました。犬にもストレスになっただろうし、本当自業自得の不幸な結婚式でした。反省しています。